ルヤハレルヤ、おはようございます。10時半からの礼拝で、皆さんこう忙しく一生懸命来てくださったと思うんですけれども、まだね、向かっている足もあると思いますが、守られますように、そして今日も本当に命が与えられてここに集められたことを神様に感謝します。今朝、デボーション箇所が詩編の71編だったんですけど、車に呼んできたら、ごめんなさい、車に呼んできたらすごい本当に神様を賛美したいなって心から思いました。ちょっと私のiPhone に入ってるのがなんか訳がちょっと違うんですけど、我が神よ、私はまた盾ごとを持ってあなたとあなたの誠を褒めたたえます。イスラエルの聖者よ、私は子と思ってあなたを褒め歌います。私があなたに向かって褒め歌うとき、我が唇は喜びを奪わり、あなたがあがなわれた我が魂もまた喜び呼ばわるでしょう。私の舌もまたひねますあなたの義を語るでしょう。私を損なわんとした者が恥慌てたからです。ああ、神様、本当に私たちはあなたを褒めたたえます。私たちの魂はあなたを褒めたたえます。神様は本当に真の礼拝者を求めておられます。神様に喜ばれる礼拝を捧げたいです。私たちの礼と誠を持って、神様を褒めたたえていきましょう。アーメンですか。元気のある方はどうぞお立ちになって、このイスラエルの神を、私たちの神を褒めたたえましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、教会よ、主を褒めたたえましょう。ハレルヤ、主耶稣。
を超え、人種を超え、世代を超えて、本当に私たちのただ一人の神を褒めたたえます。私たちはあなたに本当にこの命のある限り褒め歌を歌い続けます。ハレルヤ。今こそ我らが全ての Hallelujah.
り、本当にあなたの御声が聞きたいです。神様、いつもいつもあなたのそばにいたいのです。主を悩めるとき、あなたが私の隠れ家です。主よ、あなたの皆を呼び求めます。ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、あなたを求める者にどうぞ答えてください。神様、あなたをまだ知らない者にどうぞあなたが語ってください。主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。
イエス様に拍手を送ります。感謝します。エーメン。なぜ私たちの全てを捧げるかというと、イエス様がまず私たちのためにご自身の全てを捧げてくださったからであります。イエス様本当にありがとうございます。感謝します。エーメン。お世話になる前に隣の方に全てをイエス様に捧げましょうねと言って挨拶を交わしてお世話になってください。ハレルヤー。アーメン。私たちのすべてをイエス様に捧げましょうねと。アーメン。感謝です。はい、今日の礼拝にいらしてくださって感謝です。今日も神様が一人一人を、本当に引き上げて、恵みの、力づけの、また素晴らしい祝福へと導き入れてくださいます。新しい、方お一人を紹介したいと思いますが、後ほど実は、この方に証をぜひ聞かせていただきたいと思います。まずご一緒に、礼拝に向かいましょう。グラブズ・ヨシロさんですね。 Can you just stand? We want to welcome you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 感謝です。 Hallelujah. どうぞ、証を楽しみにしてください。それでは、ここで捧げ物の時を持ちたいと思います。主から与えられた数々の恵み祝福、また経済の、この備え、の中から私たちは神様に愛を表していきたいと願います。新しい方々はどうぞご自由にして大丈夫です。それでは一曲賛美しましょう。緑の牧場
イエス様、永遠の天の御国、イエス様が備えてくださったその家に私たちは本当に共に天国で永遠に生きていきたいと願います。素晴らしい神の御国を用意してくださっていることを感謝します。私たちの捧げ物を主よどうぞ、ご自身の御業のために用いてください。そして私たちも、あ、神様、本当に御国がこの地上に現れるように、私たちが本当に用いられる器となっていきますように、どうぞ導いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。感謝します。素晴らしい賛美の時をありがとうございます。ここでアナウンスをさせていただきます。先週の、月曜日から水曜日まで、あ、ごめんなさい、火曜日から水曜日まで24時間のブレイクスルー祈り会が持たれました。6人ぐらいの牧師の方々がいろんな国から集まって、力強いメッセージと、そして100人以上の方々が集まって24時間の祈りをしました。もちろん全員が24時間全部の時間にこの参加したわけではなくて、1時間2時間3時間の方々もいたんですけども、素晴らしいパワフルな祈りの時であったこと感謝します。アメン。今日の礼拝の、後に、もう一度懇談会を持ちたいと思います。今回は、一つですね、話し合いたいことは、この、開始時間、第二礼拝の開始時間10時半について、1ヶ月間やりまして、皆さんの感想を聞きたいと思います。そして、できればですけれども、もっともっと交わりの時を持ちたいと願っていましたが、なかなかこのセルの活動が、最近はあんまり、できていなかったので、すぐにこう、セルのそういう交わりに入るということは、難しい状況であります。ですが、徐々にそのセルを、また復活させていきたいと願っているんですけれども、2週間前、3週間前にディスカッションのグループを作って、この、ディスカッションをしましょう。それが一つのその交わりに入っていくための、中間の段階としてですね、ちょっとそれを試みたんですね。でもし可能であるならば、今日はいろんなことがありますのでできなくなるかも分かりませんが、可能であるならばまた今日もメッセージの後、ディスカッション、メッセージについてのディスカッションをして、交わりをその中で持って、それから懇談会にできれば移りたいと願っています。無理かもしれません、まあ、その時に判断します。はい。それからですね、もう一つですけれども、今週の火曜日から、12月の5日、まで、家内は、長女また長男の、いるところ、シアトル、そしてロサンゼルスに行くことになりました。私から解放されて、本当に家内は自由になってですね、もう楽しい旅行が、できるのではないかと思います。無事帰ってこられるようにぜひ、覚えて祈っていただきたいと思います。はい。ですから今日は、最後のよしこ先生との毎週の動機なので、最後というか、1ヶ月半の間で、もう最後になりますので、どうぞ礼拝の後いろいろと交わってください。
そして水曜日から金曜日まで今週、ジョン先生という韓国の24時間の祈りの家を行っている牧師がいらっしゃいます。そしてダビデの幕屋について教えてくださいます。特にこの先生はダビデの心を鋭く示され、それを解き明かしておられる素晴らしい器だという評判であります。どうぞ楽しみにいらしてください。水曜日から金曜日まで午後の2時から、そして午後の7時から2回にわたって、セミナーが開かれます。11月3日から5日まで7000大会が持たれます。神戸栄光キリスト教会が会場であります。どうぞ、参加したい方々はいらしてください。はい、ここでですね、北村兄弟を前に呼びたいと思いますが、今日ちょっと前にお願いします。ハレルヤ。今日初めて生まれた赤ちゃんを連れてこられたんですね。ちょっと紹介していただけますか。赤ちゃんの名前とか性格とか将来とかね。はい、北村レイと言います。まあ、4月に誕生を、ご報告させていただいたんですけど、まあ7ヶ月目にしてようやく連れていくことができました。性格は、まあ、親ばかかもしれないですけど、とてもいい子だと思います。そうです、はい、そうですね。まあ、まずは、まあ、この子が健康に育つようにと、まあ、神様としっかり交わってしっかりとした信仰を、まあ、継承といいますかしていただければ、言ってもらえればなと思ってます。ありがとうございました。ハルディア、それでは祝福の祈りをしたいと思います。天の神様、ハルディア、レイ君を与えてくださったこと感謝します。北村兄弟、また奥様にとって本当にレイ君がもう喜び、また幸せの、この神様からの宝として、どん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 家族の中で、喜びをもたらすようにどうぞ、用いてください。その健康を祝福してください。やがては学校に行きます。一生懸命勉強も、またバランスよく遊びも、また人格においても成長し、霊的にもしっかりした信仰を、親から受け継ぐことができるようにどうぞ導いてください。主イエス様にお捧げします。この子供はイエス様ご自身の子供であると宣言します。アーメン。祝福してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。はい、ありがとうございました。感謝します。アーメン。はい、感謝です。もう一つの、お知らせでありますが、各兄弟、が最近後ろの方で脇の方で私たちの姿をビデオで撮っているんですけども、どうぞ今日はですね、その個展どうぞ前に、はい、を支えるために私たちはぜひできれば協力してあげたいと思います。どうぞその知らせお願いします。どうぞ。すみません。愛するシャロムの皆様、こんにちは。撮影の協力本当にありがとうございます。パクです。私は1月末にお茶の水のクリスチャンセンターでジーザス・イン・東京と題して英語公展を開く予定です。これは十字架の愛を英で伝統するための目的で開きます。そのために準備をしていますが、資金が必要となります。今回はソウルで開いた時の T シャツを皆様に紹介させていただきたいんです。もしご興味があればぜひご協力ください。1枚2500円ですが、500円は教会に献金する予定です。礼拝が終わったらぜひご覧ください。すみません。
この形の絵ですけれど、私がソウルでジーザス・イン・ソウルの個展を開きました。その時の絵です。絵で私はソウルで伝道師だったんですね。教会で私も牧師になる予定ですけれど、ジーザス・イン・ソウル、またジーザス・イン・度胸、私は日本の宣教師として来ました。韓国から参りました。でもこの絵は私の教会の子供たち描きました。これが私ですね。イエス様。여름성경학교というの絵ですね。または先生これは私がコーヒー大好きですね。でもイエス様が店長になったら、この店で店長になったらジーザスカフェ、イエスカフェ、イエスですね。韓国語でイエスはジーザスです。でも愛が、これ韓国語でサランサランサラン、愛愛愛ですね。この匂いが出るんじゃないんですかと思って書きました。またはこれも十字架ですけれど、イエス様が十字架で生命のキーになりましたね。僕らたちは死ぬような人ですけれど、生命ができる、なるようになりました。生命のキー書きました。この種類5種類を書いて、あと印刷して今 T シャツ作りました。ご協力お願いします。ありがとうございます。ぜひこの個展が用いられるように、私たちも祈りで、あるいは T シャツを買うことによってサポートしていきたいと思います。やがてはジーザス・イン・東京の動画もできるようになるそうです。そして私たちの姿もその中に映るかもしれません。ですから皆さん、兄弟が撮影している間、ベストスマイルでいつも礼拝に出席しましょうね。アーメン、ハレルヤ。そしてインタビューもあるかも分かりません。どうぞ、もし、ちょっと導きを感じないならば、どうぞ断って構いません。喜んで写ってもいいよっていう方々だけどうぞ、そのインタビューに応じてください。はい、それでは、ここでスペシャルゲストの、方を紹介したいと思います。その後、お待ちかねの今日は、アメリカから帰ってこられ、もうすごくもう神様の愛にあふれている、深津兄弟からのメッセージを私たちは受けたいと思います。アーメン。その前に、しかし、グラブズ、吉郎さんという方を紹介したいと思います。彼は日本人の血を受け継いでいるんですね。ハーフだと思います。そして、アメリカの海軍に入りまして、できればこれはとっても厳しい条件が、ついているので、叶えられるかどうかまだ分かりませんが、しかしできればジェットパイロットになりたいと、そのように目指しておられるんですね。そして今は日本に約1年間ぐらい膨大の留学生として来て勉強していらっしゃるんですね。日本語も一生懸命に今は勉強しておられますが、まだ十分ではないので、智子姉妹に通訳をお願いしました。それでは皆さん拍手を持ってグラブス吉野兄弟を迎えましょう。感謝します。はい、おはようございます。Good morning. はい、吉野グラブスです。私は留学生、出身はアメリカのカリフォルニアです。すみません、私の日本語は下手です。だからトランスレーションお願いします。
はい。I came here a month ago. I visited Pastor Elmer from a friend in the States. They've known him. He'd done ministry here years ago, and it was a contact. 1ヶ月前ですか、アメリカで、イナク先生と知り合いだった方の紹介で、こちらに、来ました。I shared my testimony last month, and I was honored to get an email from Pastor Elmer to share it again. 先月、証しをさせていただいたんですけれども、イナク先生からもう一度その証しをするようにと言われましたので、させて、英語礼拝の中で、はい、させていただきます。はい、So, I would like to share a little bit of my story when I was.How I found Christ and what He's done in my life. イエス様とどんなふうに出会ったか、またイエス様が私にとって今どういう方であるかを皆さんにお分かしさせていただきたいと思います。Years ago, I grew up in a home, a broken home. 何年も前に私はある家庭で育ったんですけれども、本当に壊れた家庭でした。I grew up in a home where we were not allowed to leave the house or go, talk to family or talk to friends, or to leave the house. And とにかく自由に家を出た外出したりですね、友達と会ったりそういうことが許されない家族でした。My parents were divorced, so I lived with my dad and his wife, so my stepmom.両親は離婚しましたので、父とそして、新しい父の、奥さんにあたる方と一緒に、住んでいました。毎日ですね、その新しい、奥さんは私たち兄弟のことをどれだけ憎んでるかということを私たちに言いました。We weren't allowed to eat, certain meals of the day.で時々外食したんですが、We weren't allowed to see your mom or talk to family members. お母さんに会ったり家族と話したりすることは許されませんでした。We weren't allowed to make friends or leave the house. 友達を作ることも許されませんでした。So during this time was a very dark time. 私にとってそれは本当に暗い季節でした。Didn't have any friends at home or no one to talk to. 誰も話す人も友達もいませんでした。And, The older I got, the more I realized how broken the house was. で、もっと大きくなればなるほど、どれほど自分たちの家庭が崩壊してたかということに気がつきました。My siblings and I lived in this life for 7 years. 7年間 in the States? In the States. アメリカに住んでいました。はい、and we learned to take what we can and manage somehow survive.とにかくもうそういう状況に置かれていたので、なんとかその中で、とにかく生きていくということをもう身につけました。I graduated high school early when I was 17 years old. 17歳の時に高校を卒業しました。 And I joined the military, the United States Navy. その時にアメリカで軍に入りました。 I joined the United States Navy at 17 years old. 17歳で海軍に入りました。 And I learned there first time I went to church.初めて教会に行きました。First time I went to church in maybe 12 years. 12歳の時に初めて行きました。When I was at my home, we weren't allowed to go to church. 親と住んでる時には教会に行くことは許されませんでした。And at church, God met me where I was at. で、教会に行った時に神様が私と出会ってくださいました。He started speaking to my heart, just about the pain.私の心に語ってくださり、その痛みに語ってくださいました。He started healing old wounds, just from the past. で、その過去から来るいろんな傷を、痛みを癒してくださいました。He taught us how, he taught me how much he loved us, I loved me, and how he came down to send his son to die for us. で、神様はどれほど私のことを愛してくださるか、私をあまりにも愛しているので、ご自身の一人子を地上にくださるほどに愛してくださったということを私に悟らせてくださいました。本当に私の痛みがあったんですけれども、どうやって他の人を愛するかということを教えてくださいました。Throughout the years knowing Christ, He's given me tons of friends and family. 本当に何年もの通してですね、主は本当にたくさんの友達を与えてくださいました。At 18, a group of college students taught me who Jesus Christ was.
18歳の時に友達がイエス・キリストを誰かというのを教えてくれました。で、イエス・キリストを全力を尽くして心を尽くして、イエス・キリストに従っていくということはどういうことか教えてくれました。When I accepted Christ into my life, transformation occurred. そしてトランスフォーメーションが起こりました。はい。And I became I learned what it meant to be a son of God. で、神の子として生きるっていうことがどういうことかを悟り、そのように生き始めました。Since then, he's taught me how to love on my stepmom.でその時からですね、どうやってその、義理のお母さんを愛するかということを教えてくれました。 How to heal broken relationships. また壊れた人間関係をどうやって癒していくのか。 And, he's given me an awesome opportunity to travel the world and serve in my country. いろんな国を旅行する機会も与えてくださいました。 I've goneAll around the states and to several countries around the world, sharing my story. アメリカ全土を回りましたし、またいろんな国々に行って私の証を伝えました。He's given me the opportunity to mentor and teach young kids at my church. また自分の教会でですね、若者たちのメンターとなり、また教えるというそのような機会も与えてくださいました。And since then, he's given me the opportunity to come to Japan and share with the Japanese boy die students.また日本の皆さんにこの証しをする機会も与えてくださいました。And that's why I'm here today. で、ここにいます。So, よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。7年間かな、そのような、生活ですね。新しいお母様が与えられたんですけれども、全く関係がない、また、愛もない、本当にこの家の中でいじめにあって、時々食事も、食べられないような、家庭生活だったんですね。自由に家を出ることも許されない、本当に暗い、沈んでしまうような、人生だったんですけれども、海軍に入って、そこで奇跡的にイエス様との出会いを体験して、もう本当に変えられて、癒されて、あらゆる痛みや憎しみや怒りからも解放されて、そしてそのお母さんを今は許して受け入れることができるようになりました。すごいですね、本当に素晴らしい証を感謝します。トッド先生という宣教師が前に日本におられたんですけど、私たちの教会にも来てメッセージをしてくださったことがあるんですけども、そのトッド先生と良い交わりと訓練を受けておられて、紹介されて会うことができたんですね。はい、ぜひ膨大で持ちられるようにですね、周りの方々に良い影響を与えることができるように、私たちは祈りで支えていきたいと願います。はい、それでは、アメリカから帰ってこられて本当に、神様の愛に、満ちて、いる、深津兄弟を、今日迎えることができることを感謝します。今日は何を主が語ってくださるでしょうか、どうぞ一生懸命聞いてください、そして、時間が新しくなってですね、前は12時半までだったんですけども、12時ぐらいでを目指して先週ですね、慎吾先生にそれを、伝えられなかったので、慎吾先生はいつもの通り12時半で終わるようにですね、もう一生懸命語って、まあ、とても良かったです、しかし、はい、12時が一応ごめんなさい。はい、それでは深津兄弟を早速迎えましょう。感謝します。プレッシャーですね
本当ハレルヤ、主の皆を褒めたたえます。ただいま戻りました。本当に、1年半前、ここを出てですね、アメリカで、本当にいろんな体験をさせていただきました。今日はですね、まあ、最初にその私たちがどのような体験をした、またどういうようなところに住んでた、そして、神様はどのような働きをそこでされているか、まあ、そういったことがですね、皆さんに報告したいと思いまして、いろいろ写真を撮って、スライドショーにしてきましたので、どうぞ最初にそれをですね、皆さんで見ていきたいと思います。私が最初に、最初っていうか、まあ、私が行きましたところはミシガン州のアナーバーというところでですね、アメリカの東側の方の五大湖があるところのあそこら辺の州ですね。でちょうど緯度的には北海道と同じぐらいになるので、なんかこう見た感じも北海道に近いような、ですごくもう湿気もなくてですね、本当に住みやすい、こういう夏なんですけども、本当にこうカラッとしたですね、素晴らしい、気候のところでした。はい。こういうような広いですね、グランドがあるようなこういう、パークがですね、もういっぱい至る所にあるんですね。はい。でこういう白鳥とか、グースとか、もう本当にもう手が届くようなところにもういっぱいいるんですね。すごい自然の多いところです。はい。でこういう鹿もですね、本当にいっぱい出てきて、まあ、よくハイウェイのところでこう引かれて死んでたりもするんですけども、本当にアメリカの文化でディアハントとかあるんですけども、そういうような感じでもう鹿がとにかくたくさんいます。はい。ここが私が住むアナーバーのところのその気温なんですけども、これマイナス26度というですね、19年前に一応そういう記録が出たそうで、で今回それに次いでということでマイナス26度、本当にそこに住んでいた人たちもですね、こんなに寒いのは本当に久しぶりだと、本当に辛いと、そのぐらい言ってましたね。で私もちょっとゴミをですね捨てに行く、その瞬間だけでも顔が凍傷になるぐらい、もう顔が痛くなるぐらいすごい冷たい状況でした。はい。これがその私が住んだところから撮った写真なんですけども、やっぱり雪とかはそのパウダースノーでもうサラサラなんですね。でもうここ道路だったんですけども、全部もう雪で詰まっちゃって、で朝必ず除雪車とか通ってこの道とかを入ってくれます。はい。はい。はい。これはちょっと暗くて分かんないですが、宮姉妹ですね、このシャロームにいた宮さんですけども、彼女が看護大学を卒業しまして、みんなでこう祝賀会を私の家でやろうということで皆さんを呼んで祝賀しました。この周りに映っているこの家族は倉田さんっていう家族で、本当に私たちのこう助けをですね、すごく一生懸命してくださって本当に助かりました。こういう人たちとみんなと一緒に交わる時を持ちました。はい。これは私が奉仕をさせていた教会の一つですけども、ここで月1回、メッセージ、また賛美リードとかですね、させていただきました。はい。でこれは私たちの進学校の元学長岸義弘先生ですね、が北米の音楽伝道旅行で、もう何十箇所と教会を回ったんですけど、その中の一つがここの教会だったんですね。でそこで、普段は、まあ、10人ぐらいの礼拝、10人前後の礼拝なんですけども、この時はですね、なんと150名の方が集まりまして、でしかもほとんどがノンクリスチャンの方たちだったんですね。で岸先生のこのメッセージを通してですね、本当に一人一人にその種が植えられたこと、本当に感謝でした。はい。でやっぱり岸先生もサックスですね、もうサックスは本当に素晴らしかったですね。もう皆さんの心がですね、本当に現れた、そんなような感じでした。はい。でこれはクリスマスですね。ここの教会は英語礼拝、日本語礼拝、それからスパニッシュの礼拝とありまして、それが全部総合で、このように神、クリスマスのお祝いをしました。はい。でここはもう一つ私が奉仕させていただいた教会で、今右に座っているこのアメリカ人の人が、これはスティーブ・スミス先生、ここにですね、もう24年前から日本人に重荷を持って、そしてノンクリスチャンの人たちに重荷を持ってずっと奉仕をされているんですね。でこの礼拝、そしてあと平日はですね、イングリッシュスクール、またマザーズクラス、いろんなクラスをしてですね、本当に日本人のために、この身を粉にして、奉仕をされている方です。はい。でこれは礼拝の後に、ポットラックで皆さんで、食事をして交わっているところですね。はい。はい。このような感じでみんなで交わりの時を持っておりました。はい。これは教会のテラスを使ってバーベキューをしているところですね。これも夏なんかはもう本当に毎月1回ぐらい、みんなでバーベキューをして、楽しんでいました。はい。
でも向こうのバーベキューというとですね、まあ、お肉もそうですよ、ホットドッグ、ハンバーガ ー、そういったことがメインで、バーベキューをしますね。もうお肉も本当に美味しかったです。はい、これはあの夏なんですよ。こういう庭のところにですね、ちっちゃい子ども用のプールとかを出して、子どもたちはそこで、遊んだりして、はい、大人たちはこういう木陰でですね、アイスクリームを食べながら本当にゆっくりとして時間、交わることができました。はい、これはイースターですね。これからエッグハントをするっていうところで、もう子どもたちはみんな集まって、これからもうあれを我先にと取りに行くところですね。はい、はい、これはエッグハントの後、ゆで卵を使ってデコレーションする、そういう作業ですね。もう本当に家族こう交わって本当に楽しく素晴らしい時間を過ごしておりました。はい、これは洗礼式なんですけども、先ほどの教会ではその洗礼層というのはないので、この教会を借りて、洗礼をしました。はい、このような洗礼層、ここで、この時は2人の姉妹が誕生しました。はい、ここはそのスティーブ先生のお宅なんですが、このようにもう本当に毎日のようにですね、家を開放して日本人のために本当にパーティーを開いたり、本当に交わる時を本当に持って、そしてその中で神様のことを、イエス様のことを本当に伝えている、そういう働きをされていました。はい、この真ん中に映っているのがリンダ先生、スティーブ先生の奥さんになりますね。この方もですね、このミシアナーバーというのはですね、本当に、トヨタの会社とか車の、まあ、町でもありますので、そういう駐在員の方たちは多いんです。でその奥様方の本当に相談相手、それからまあクッキングスクールとかをやってですね、本当にこう本当にいいお母さん役として、またスティーブ先生のサポート役として本当に素晴らしい働きをされていました。はい、これはですね、ミシガンの本当に経験のクリスチャンたち この集まりなんですけども、これは、バイブルキャンプになります。これ年に2回、バイブルキャンプやってまして、ちょうど礼拝のところですね。はい、これはキャンプファイヤーになるんですけども、すごい明るいんですが、もうこれで7時ぐらい、夜の7時ぐらいですね、でも全然こうキャンプファイヤーって感じじゃないんですけども、この時もワーシップ、賛美リーダー、またメッセージの方の奉仕もさせていただきました。はい、この方はですね、そのクリスチャンの中の姉妹の一人なんですが、このように平日に子どもたちを集めてですね、聖書を教えたり、またワーシップ歌ったり、もう本当に踊りを踊ったりですね、本当にジーザスのことをこうちゃんと教える、そういう働きをされていました。また子どもたちを通してその親にもですね、こうアウトリーチできる、そのような働きをされておりました。はい、これはこの奥のところに板みたいな、あれノアの箱舟なんですけど、そこに入る体験をしているような、そういうような感じですね。はい、これはセントラルカンファレンスといいましてですね、シカゴで行われたんですが、JCFN という団体がこう企画しているんですけども、皆さんリターニーという方たちをこう聞いたことあると思うんですが、アメリカで救われて、で日本に帰ったら今度どのように信仰生活を送ればいいのか、そう分からない人たち、でそれでその救われた魂が失っていく、そういう現実があるんですね。でその魂をなんとかこう失わないようにと働かれているそういう団体なんですが、その集まりのカンファレンスですね。で今こう、メッセージされているのは中島先生といってですね、はい、この方はニュージャージーでラブジョイピースチャーチの牧師先生なんですけども、ミッションバラバの中島先生の息子さんになりますね。で私たちもここで初めて会ったんですけども、本当に不思議な形で、本当にアメリカに住んでいるとずっとこの先生とは本当にこう何か不思議な交わり、つながりがありました。はい、これはニューヨークでの祈り会でしたね。慎吾先生たちが来て、今あそこで歌っている長澤先生ですね。でもう私たちも行っても立ってもいらなくてですね、もうニューヨークまで、宮さんと交代交代で運転しながら13時間かけて行きました。でもう本当に恵まれて、タイムズスクエア、マンハッタン、ブルックリン、もういろんなところですね、鳥なしに乗ってプレイヤーウォークして、本当に、いい時を持たせていただきました。で先ほどの中島先生はですね、なんと、この祈り会を企画されているその教会の牧師先生 でここで、みんなの前で私たちは24時間の祈りの家をこれから立ちますって言って今運営されております。はい、これ最後慎吾先生、ペイ君、皆さんとマンハッタンの夜景をバックに写真を撮りました。本当にもう神様も素晴らしいご計画を感謝いたします。ありがとうございます。はい、ではですね、早速御言葉の方に入っていきたいと思うんですけども、私はですねこのアメリカに
滞在においてですね、本当にたくさんの恵み、本当にたくさんの祝福を受けたということを実感しております。すべての恵み、すべての出会い、すべての出来事はですね、もう全部が神様の愛、それが本当に実感できたんですね。で、この時間ではですね、本当に語り尽くせないほどもうたくさんの証があるんですが、そのちょっとこうつまませてもらって、御言葉をですね、それを通してみんなと一緒に神様の愛について学んでいきたいなと、そういうふうに思っております。では御言葉を、皆さんでお読みしましょう。ヨハネの福音書3章14節から16節ですね、一緒にお読みしましょう。3、はい。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることはなく永遠の命を持つためである。私たちがですね、神様に取り扱われて良くなる秘訣というのはですね、御言葉をそのまま見上げるということですね。イエス様を仰ぎ見るとき、私たちは救われます。神様が示してくださるもの、それはですね、もう本当に神様の御心が鮮やかに刻み込まれているんです。これはとても大事なことなんですね。私たちは人を見たとき、例えば人間同士のその間でですね、もう嫌な経験を持った人がいたとします。その人をですね、パッと見たときに、もう私たちの心の中にもうそれまでの嫌なことがパッと思い起こすんじゃないでしょうか。でもですね、神様を見上げるとき、神様の全体が私たちの魂に描かれていくんです。この見るっていう行為なんですよ、とても表面的で、もうただこう単純な感じがしずるんですけども、この見ることを通してですね、本当に神様を見るこう奥深いものになるんですね。この見ることを通して通じるもの、考えるもの、それが全て意味深いものとなっていくんです。民数記の21章でですね、神様がエルサレムの民をこう助けるとき、燃える蛇を見上げよう、そういうふうに言われましたよね。あれは何だったんですかね。あれは神様の救いの手段です。それで旗竿に青い聖堂をつけて、それを見上げなさい、そういうふうに言われたんですね。私たちは神様が示してくださったその救いの手段をただ見上げるんです。見るんです。ただ見るだけなんですけども、もしそれをしなかったら、私たちは確実に決定的に滅びへと進んでいくんです。この聖書に刻み込まれた文字、これは本当に意味深いものがあるんです。仰ぎ見るということ、神様が示してくださったことを仰ぎ見るということ、これがとても大切なんだと思います。神様はですね、持っていたすべてを私たちに与えてくださいました。神様はそのすべてをイエス・キリストを通して私たちに与えてくださいました。私たちを永遠の人生と変えてくださいました。神が与えてくださったんです。それはどうしてでしょう。それは私たちが永遠の命を得るためなんです。この世がですね、私たちを見る必要はないんです。この世がお父さんだけを見るようにしなければならないんです。しかし私たちはですね、その与えられたものすべてを握って手放さない、そしてもう全部を自分のものにするために神様を使うならば、この世はですね、私たちを見て利益のために宗教を用いることもあるかもしれません。でもですね、本当の動機は得るためではないんです。どのような人になるかなんです。そのために必要なことは何でしょう。祈りです。聖書の中でもですね、何回もこう祈りなさい、祈りなさいというふうに書いてありますよね。私たちはですね、祈りのために時間を持てる必要があるんですね。自分の願いを祈ること、それをしなければ私たちは前進することはできないんです。
皆さん、こう神様に祈るとき、どのようなこう祈りをしますかね。なんかもう例えばこう自分の願いばっかりがどうしてもこう増えてきちゃしまう、そういうような願いにならないですかね。僕なんかもよくあるんですけども、例えばあのサッカーのゲーム、あれどうしても見に行きたい、神様あのチケットが欲しいんです、ください、買わせてください、もうお金はないけど今度新しいパソコンが出るんです、あれがとっても欲しいんです、どうぞ安く手に入れさせてください。もう本当にですね、そのようにもう自分の願いが出ちゃうんですね。だそれもいいんです。神様はですね、やっぱり願いをこう求められると本当に喜ばれると思います。その願いを持って祈ることもいいと思うんです。でも一番大切なのは主を求めることです。神様、私が本当に欲しいのはあなたです。あなたとの時間が過ごしたいんです。私に必要なのはあなたなんです。そのようにですね、私たちは祈る必要があると思うんです。私はですね、もう1年半前、もう2年近く前になるんですかね、このアメリカに行くっていうそういう話を聞いたときにですね、思ったんですね、まあ、このアメリカに行くっていうことは、もちろん家族で行くんですけども、まあ、ユミちゃんのその研究で行くわけなんです。そして、まあ、ユミちゃんはそこで研究するので、そこでの必要な働けるそのビザを持ってます。でも私たちはですね、それの扶養家族ということで働くビザがないんですね。じゃあ私何するんだろう、向こうで何をするんだ。ただひとさら、子供を育てて料理をして掃除をして、まあ、主婦をやるのかなってそういうふうにも思ったんですけども、でもですね、思いました。いや、そんなことはない。神様は必ずそこに私の働きの場を用意してくださってるはずだ。その御心は何なんだろう、 何に私を用いてくださるんだろう、それを祈ろうと、それで祈ったんです。そしたらですね、私の進学校の元学長がですね、君アナハバ行くんだろう、そしたら私の知ってるところが牧師のいない教会をやってるんだ、そこで牧師メッセージしてくれるそう奉仕者を求めてる、そう話してあげようかということで話をしてくれたんです。そしたらもう話がトン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 進んで、そこで奉仕の働きができることになったんですね。でそれと同時にですね、先ほどの写真にも出てた宮姉妹、実は彼女は私たちが住んでたすぐ近くに住んでるんです。それでもしよかったらということで、中村姉妹がですね、宮さんに連絡を取ってくださって、で連絡が取れて、それで私たち何でも助けになりますので言ってくださいっていうふうに言ってくれたんですね。それと同時に今度岩井兄弟の知り合いがですね、実は VIP にミシガンに住んでる人はいるっていうことで紹介してくださったんです。で ありがとうございますって、まあ、その時言ったんですけども、後々分かったことは、その方はですね、本当にアメリカでのクリスチャンの人たちの本当にそのこう元締め的なですね、本当にリーダー的なそういう方だったんですね。でも本当に私はもうミシガンってどこにあるのかも知らなかったですし、アナーバーってそんな言葉は聞いたことなかった。なのに全てが整えられてたんです。でもう一つですね、私たちは現地に到着しました。まあ、そこにはですね、ユミちゃん研究する前任者がいるわけですね。でその前任者が私たちにぜひ紹介した人がいるんです、そういうふうに言うんです。でその方はノンクリスチャンなんですけども、紹介した人っていうのは牧師先生なんですね。ああ分かりましたって、ありがとうございます。で紹介してもらったんです。そしたら彼が言うには、私はあなたが来ることを知ってたよ、私は神様から聞いてたから、そういう意味があるんです。それが先ほどのスティーブ先生だったんですね。もうそこでもう私の奉仕の場所が2つ決められたんですね。そのように整えてもらいました。でしばらくですね、そういったところで私は奉仕をさせていただきました。そうするとだんだんですね、この欲っていうんですかね、なんかいろんなアイデア考えがこう出てきちゃうんですね。もっとここをこうした方がいいんじゃないか、もっとここら辺はこうした方がいいんじゃないか、まあ、そういうようなアイデアがどん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 出てくるんです。でもそのうち私の祈りはですね、だんだんこの願いやその欲望、なんかそんなような祈りになってきちゃったんですね。神様、私は今度はあそこをこういうふうに変えたいです。神様、今度はあそこをこうしたいです。賛美をもっとこういうふうにしたいです。そしたらもっとみんな引き上げるに違いないんです。
どうぞ皆さん、皆さんの心を整えてください。そんなような祈りになってしまったんです。でもまあそういう私たちをですね、神様は、昨年の12月頃ですね、私たちを荒野へと導かれました。それどういったことかっていうとですね、本当は 2,3 年のスパンだったんですね、この研究っていうのは。でももう1年半で帰らないといけない、そういうような話が出てきます。でしかもそれはですね、本当にある人のミスによって私たちは帰らないといけない、そういうようなことになってしまったんです。もう私はもう許せなくてですね、その人がもう許せなくて許せなくてしょうがなかったです。もう憎くて憎くてしょうがなかったです。でもですね、それと同時に、なんで私たちは帰るんだろう、そういうふうに考えたんですね。私はまだ半年来て半年ぐらいで、まだ教会のこととかちょっとしかやってないし、まだ成果も出してないし、それなのに私は帰らないといけないのか、私は何のためにアメリカに来たんだろう、神様の御心って何だったんだろう、そういうふうに思い始めたんです。それから私はですね、心に平安がなくなっていったんです。どん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 なくなりました。そして主はですね、私たちを悔い改めと導いてくださったんです。自分たちがもう握って手放せないもの、本当にたくさんありました。私たちはこの握って手放せないものを手放さないといけない。祈ろう、もっともっと祈ろう、僕たちはもっと祈らないといけないよ、そういうふうに話し合いました。そしてですね、私たちは家の中に祈りの家を建てました。そして朝5時に起きて祈って、そしてデボーションをして、そして一日を始めるようにしたんです。もうそれまではですね、本当に食事前の祈りとか朝晩の祈りっていうのはしてたんですけども、なんかこう祈りの生活っていうふうには言えるものではなかったんですね。主はそんな私たちにそれぞれに語りかけてくださいました。また私たちに同時に同じことを語ってくださったんです。それが申命記の6章4節ですね。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神主を愛しなさい。そしてこれを子供にも教え込みなさいと言われたんです。で、私たちはその祈りの前に必ずこれを暗唱してですね、祈ってました。そしたら、望みもですね、それを聞いてそう暗唱できるようになって、初めての望みの暗唱聖句となったんですね。で、Facebook ご覧になった方知ってると思うんですけども、最後の あなたの神とか頭の神とか言ってるんです。でも最近はちゃんと言えるようになりましたけども、主が教えてくださったのは第一の戒めである神様を第一に愛しなさいということでした。私たちが主を第一にするとき、御言葉に従うという気持ちはこう強くなるんですね。そして私たちの生活が変化していったんです。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神主を愛するということ、主を重んじるということ、主を第一にするということ、主の御心を見るということ、主の御心に従って行動するということ、これがとても大事だということを知りました。その時に気づかされたんですけども、今までの私はただ教会のため、主のため、信徒のため、そのように思ってやってきたこと、これは、もしかしたら全く神様とは違う方向を向いてやってたことではないんだろうか。栄光を自分に向けてたんじゃないだろうか。そういうふうに気づかされたんですね。私は胸にドーンという衝撃が来ました。そして悔い改めたんです。すいません主よ、栄光はあなただけのものです、栄光はあなたのものです、すいませんでした。
それに悔い改めたんです。そして私の祈りはですね、主を求める祈りへと変わってきました。主よ、私が欲しいのはあなたです。私に必要なのはあなただけです。どうか主よ、あなただけを求めさせてください。あなたとの時間を過ごさせてください。そのような祈りへと変わりました。その時からですね、私の心はだんだん平安を取り戻していったんですね。それは主がこのアメリカに私のご計画、それがここにあるっていうか何なのかっていうこと、それを知ることができたからなんです。アメリカで奉仕をすることも、また福音が伝えられないところに福音を届けることも、それも神様のご計画の一つだと思います。でもですね、神様は私に語られたのは、私はあなたたちとの関係を回復したいんだ、もっと私のそばに来てほしいんだ、もっと私の声を聞いてほしいんだ、そのようにですね、はっきりと語られてたこと、その願いをですね、知ることができたんですね。私たちがアメリカに来た本当の理由はこれだったんだ、それに知ることができたんです。これはですね、もう私たちにとって何にも変えがたい、もう素晴らしい宝となりました。神様はこの機会を通してですね、私たちを初心に戻してくださり、神様を第一に求める、そういったものとして私たちを作り変えてくださっています。そして問題は現実問題ですね。由美ちゃんのその研究というのは、だいたい 2,3 年のスパンの研究だったんですね。だけどそれが1年半に縮まったわけです。そんだけのものを1年半で結果を出さないといけないわけです。しかもその発表はですね、英語で発表しないといけないですね。でやっぱり由美ちゃんもだいぶもう疲れてました。もう本当に帰る時間も本当遅くなったりですね、本当に疲れてました。でもですね、本当に祝福のうちに全てが備えられ、最後の発表も本当に素晴らしいものとなって終えることができたんです。ハレルヤ。そうです、私たちはですね、荒野を通してくださるために主はこのアメリカ生活の最初から最後まで全てを備えてくださってたんです。主はですね、私たちを悔い改めるために導かれるんです。悔い改めるために私たちを荒野へと導いてくださいます。荒野はですね、もう辛くて苦しくて、できることならもう通りたくないですよね。だけども神様が私たちを荒野へ導いてくださる、そのこともですね、神様の愛なんです。私たちが荒野を通らなければイエス様を見上げることができないんです。私たちはですね、この愛によってイエス様の十字架を仰ぐことができるんですね。イエス様は私たちのために死んでくださいました。もしそうであれば、今までに憎かった人憎むことはもうできないですよね。第一コリント13章4節、ここを皆さんで一緒に読みたいと思います。3、はい。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。ここにですね、愛は寛容であるとあります。この寛容っていうのをですね、辞書で調べました。そしたらですね、相手のどんな行為も自分の価値判断で判断するのではなくて、それを認めて受け入れること、そして他人によって害を加えられるようなことがあっても、自分の感情に任せて仕返しをしないこと、そういうふうに書いてありました。神様がですね、どのように私たちの罪を許してくださったのか、それを考えるとき、私たちも人の罪を許せるんじゃないでしょうか。またですね、愛は親切です、書いてありますね。神様はあなたが絶望しているとき声をかけてくれたじゃないですか。そしたら私たちも絶望の中にいる人たちのために何かできることがあるんじゃないでしょうか。ここに愛は妬まない、書いてあります。神様は
私たちが救われて希望に生きることを喜ばれています。それであるならば私たちも隣の人が喜んでいるのを共に喜んであげましょうよ。聖書にはですね、神があなたにしてくださったことをあなたも人にしなさいと言われています。それが愛なんです。この愛はですね、信仰なしに実行不可能なんです。私たちが悔い改めて祈るとき、私たちが悔い改めを持って主を求めるとき、主は働いてくださるんです。先日先ほどの写真ありましたけども、ニューヨークに行ったときですね、その宮さんと交代で13時間運転して行ったって言ったっていうことを言いましたね。であの時にですね、慎吾先生、ペイ君、またサラリさん、またかなちゃんなんか見て、もう本当に会えて嬉しかったんです。というのはですね、ちょうど私たちその時荒野を歩いて真っ最中だったんですね。でもうそこで新宿シャロームの先生、また兄弟姉妹と会えた時、もう本当に涙が出るぐらい嬉しかったんですね。でそのニューヨークに行った時なんですけども、私たちがニューヨーク到着した時はですね、夕方だったんです。そして、じゃあ食事をしようということで、よくモールがありますよね、そのモールの中にあるフードコートで食事をしようということだったんです。そしてこう食べててですね、のぞみが最初に食べ終わったんですね。でのぞみはそのフードコートの横にあるプレイエリア、そこがもう気になってしょうがないんです。もうそこに遊び行きたいって言うんですね。でもゆみちゃんもみやさんもまだ食事中です。じゃあ行こうっつって僕が行って、で連れてったんです。でそのプレイエリア、本当に素晴らしいプレイエリアで、もういくら遊んでももう遊びきれないぐらいのそういう遊具がいっぱいあるんですね。でも皆さんご存知のとおり、のぞみはですね、もうエネルギーが有り余ってですね、もう全部を遊んだ後、それでは物足りなくてそこから脱走するんです。でそこを脱走するとどういう状態になってるかっていうと、あのフードコートで一見ちょっとこう想像すると、あるこうスーパーとかのフードコートを思うと、まあポツポツ人が座ってるようなそんな感じなんですけども、そこはですねすごいんですよ、人の行き来が。あの朝の新宿の駅のあのラッシュのようなまではいかないんですけど、そのぐらいもうすごい人がいっぱいいるんですね。でそこ何回もその望みが抜け出して脱走して、その人たちの鍵にこう隠れて見えなくなるんですね。もうそのたんびにもうこう不安な気持ちがですね、ってこう探すんですよ。でもとうとう数回脱走した時に私は望みを見失ってしまったんです。まずい、もう私はそこから走り出てですね、もう中をガーッと走って探しました。もうそんなに人がいっぱいいるので、もうバン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 ぶつかって、それそれそれってもうバンバンもうぶつかってですね探したんです。もうそれはなぜかっていうとですね、実はアメリカ行く前にここの教会の姉妹がですね、向こうは子供がすごく大好きで誘拐することがあるのよと、それで持ってきた服をガバッとかぶせて髪の毛に金色のスプレーをかけて、それでもう一瞬にして分からないうちにこう連れ去っちゃう、そういうふうに聞いてたんです。もう青かったですね、すごく。もうでも最悪なことは考えたくないんです。でもよぎるんです、頭に。もう必死でした。もうぐわーっと走ってですね、そしたらユミちゃんとミヤさんが座っているそのテーブルの近くまで来たんですね。それで、あ、とりあえずそこに寄ろう、そ来た時にのぞみが椅子に座ってお水を飲んでたんです。でもですね、もうその時のもうこのほっとした気持ちはですね、もう今でも忘れられないですね。こんなに子供を失うことが嫌だと思うことはですね、本当生まれて初めてでした。娘への愛がですね、親の私をこう突き動かしたんです。よくデパートでお知らせが流れると思うんですね。3階子供売り場で、3歳ぐらいの女の子が迷子になっております、ピンクの服を着て赤いスカートを履いて、そういうアナウンス聞いたことあると思うんです。私たちはですね、帰りたくても帰れない子供のようです。両親からはぐれた迷子の子っていうのはですね、不安の中で親が迎えに来てくれない限り平安を取り戻すことができないんです。私たちの人生も平安を取り戻すことができるのは
父なる神様のみなんです。神様が来てくれなければ解決の方法がないんですね。だから神様であるイエス・キリストが私たちのためにこの世に来てくださったんです。魂の親である神様から離れた状態っていうのはまさにこの迷子になった状態と言えるんじゃないでしょうか。イエス様の愛は父の愛です。父がイエス様を愛したのはイエス様が言うことを聞くから愛したわけじゃないんです。ただご自分の息子であるイエス様を愛されたんです。この愛はですね、父の愛に根源があるんですね。父がイエス様を愛した愛はご自分の息子であるというその真実に基づいた愛なんです。そしてその父はですね、もう愛さずにはいられないお方なんです。ご自分のこの手で生み出されたもの、ご自分の手で作り出されたもの、これをですね、愛さずにはいられないお方が私たちの父なる神様なんです。これが父親の愛です。これが父親の愛なんです。父なる神様の愛はですね、私たちを生かす愛です。私たちが生きるのを望む愛です。神様は私たちを滅ぶことを望んでいません。なぜなら神様が私たちを作られたからです。それゆえに父なる神様はイエス様を十字架へと渡されたんです。イエス様はその父なる愛を受けたがゆえに十字架を引き受けられたんです。父の愛がイエス様に十字架を引き受けさせたんです。父なる神様の愛がなければ私たちは救われてません。そのような愛のうちにとどまりなさいとイエス様は言われているんです。私たちはその父の愛の中にとどまりましょう。確かに皆さんはですね、誰よりも神様から愛されている存在です。神様は個人的にですね、あなたに愛してるよ、そのように語ってくださるお方なんです。あなたは神様にとって必要な存在なんです。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様はですね、そのような目で私たちを見てくださってるんです。そのように私たちに言ってくださってるんです。ですから皆さん、父の愛の中にとどまりましょう。父の愛の中にとどまってひたすら主を求めていきましょう。お祈りします。ハレルヤ。神様、あなたが私たちを本当に高価で尊いとそのような目で見てくださっているその愛をありがとうございます。私たちの父であることをありがとうございます。その父の愛で私たちを愛してくださっていることをありがとうございます。私たちはその愛がなければあなたなしでは何もすることができないんです。私の願い、私の欲望、本当にわがままな、そういったものがすぐに出てきてしまいます。でも主よ、あなたを第一に求めます。あなたしかこの問題を解決することができないんです。私が荒の中でもう歩けない、もう一歩も歩くことができない、そんな中でもあなたは私を担いでくださいました。どうぞ私たちをその荒野であなたが使いやすいように私たち一人一人を整えてください。あなたを求めます。主よ、あなただけが主です。あなただけが私の主です。あなただけが唯一の神であります。本当にあなたの恵みをありがとうございます。主よ、ここにおられる一人一人、
どうぞあなたが用いてください。まだ福音が届いてないその場所へと、あなたがどうぞ一人一人油を注いでください。どうぞその心に触れてください。本当に私たちの生活の中にはもう耐えられない、なんで自分ばっかりこんなことが起こるんだ、そんなようなことが本当にたくさんあります。でも主よ、すべてあなたは御手の中で行われることをありがとうございます。あなたがすべてご存知なことをありがとうございます。あなたは本当に私たちを耐えられないほどの試練に合わせてくださらない、その愛をありがとうございます。あなたに委ねます、すべてあなたに委ねます。感謝して愛する主イエスの皆によってお祈りします。アメン。アメン。数々の神様の恵みに預かって、その中からの今日のメッセージでありました。そしてなんと12時に終わりました。すごいです。ハレルヤ。で最後の一曲をご一緒に賛美をしたいと思います。神様の愛を私たちを求めて、この一曲を賛美して、その後、ディスカッション、そして、最後には、懇談会を、持ちたいと思います。一曲ご一緒に賛美しましょう。神様に愛を告白していきましょう。どうぞ私になって主体求めましょう。I'm not afraid to die.
はい、ありがとうございました。どうぞお座りになってください。すでに、深津兄弟はお祈りを、導いてくださいましたので、早速ディスカッションの時間に移りたいと思います。今日はですね、たくさんの御言葉が移りましたが、その中の一つは、有名な愛の章、第一コリント13章、愛は寛容であり、愛は情け深い、妬むことしない、愛は高ぶらない、誇らない、不法を、封鎖法をしない、ちょっとあの口語訳の聖書から読んでるんですけども、自分の利益を求めない、あのたくさんの愛の定義が、そこに書かれています。今日のディスカッションは、神様の愛をどのような形で自分自身が、体験したのかですね。それは直接神様から受けることもあるし、人を通してその愛を体験、しているかも分かりません。またはあるいは自分を通してですね、神様が本当に不思議な出会いを通してその神様の愛を分かち合う、チャンスが与えられたと、そのような体験があるならば、それも分かち合ってもいいと思います。自分が神様の愛をどのような形で受けたのか、あるいはどのような形で神様の愛を分かち合うことができたのか、短くですね、もう3分、から5分ぐらいだけの時間を、このためにとっておきたいと思います。できれば2人ずつですね、どうしても人が余っているならば、その人も誘って3人で、踏んで、この交わり、とディスカッションの時を持っていただきたいと思います。そして新しい方々もいらっしゃるので、教会員の方々どうぞ周りを見て新しい方々に声をかけてくださいますようにお願いします。それでは、12時15分までですね、時間はあんまりないので、どうぞ、探して、そしてその愛の神様の愛の分かち合いの時を持ってください。よろしくお願いします。はい、感謝します。
はい、申し訳ありません。もうそろそろ終わりに近づいてください。感謝です。はい、それでは懇談会の方に移りたいと思います。どうぞ早く話を終えてください。全然聞かないね。アーメン。はい、感謝です。それでは申し訳ないんですけれども、すみません、本当に話を中断させて申し訳ないんです。もっともっと交わりをしたいですが、今日は5分の予定でした。すみません。はい、申し訳ないんです。ごめんなさい。もっともっと交わりを続けたいですけれども、今日は懇談会がありますので、懇談会を開きたいと思います。本当にすみません。ピアノが必要かな。